はい、レオンチャンネルの真の大量買い動画へようこそ。今週も高額商品が発売しましたので、真の大量買い動画になっちゃいましたね。そしてまずは妖怪ウォッチ、新しいメダルの妖怪メダルバスターズ第3幕鬼ヶ島めでたし編です。こちらが発売されました。表紙はダークニャンとガシャドクロで、とりあえず5パックを買ったのと、大量にボックスも売ってましたからボックスも買いました。これに関連してバスターズ第3幕対応のデラポプラスも出ました。定価は1000円で今回は800円。付属のメダルは時を奪うね。さらに妖怪おみくじトランプの新作妖怪おみくじトランプダブルでにゃん、定価は1200円で今回は960円。ドンヨリーヌとホノボーノの更新 Z メダルがつきますね。これはいい。さらに今週発売の食玩で妖怪ウォッチの不思議アイテムズ U 全3種類でこんなのが出ました。特にコマさんのポーチはすごく人気みたいで全然売ってなかったですね。そして本日再販のアーツのピッコロ、すごく出来が良くって前回あっという間に完売しちゃったんですよね。なんとか再販は買いました。定価は3500円で今回は2800円。海外のアミーボ的なディズニーインフィニティ、これが前々から気になってて、ものとしてはアミーボと同じようにフィギュアを読み込ませてゲームで使う感じなんですけど、価格的にはアミーボと全く一緒なんですが、クオリティが気になって今回は買いました。とりあえずウッディですね。そして今週の真の大量買い動画になった原因はこの2つですね。まずはスターウォーズ BB-8、 12月に上映されるスターウォーズの新作に多分メインロボとして登場するドロイドで、すでに予告編とかでは登場してますけど、箱がめちゃくちゃ重くって予告編通りにボディがくるくる回って動くらしいんですよね。しかもスマートフォンと連動させていろんなこともできるそうですから、定価が 19,800円というのもあって購入を迷ってたんですが、後々欲しくなって買えなくなるのが嫌だったので今回は先に買いました。トイザラスで 19,800円。これはレビューします。再販版のガンバスター、まあ、再販版といっても2015年リニューアル版でバスターゴーキンカラーバージョン、定価は22,000円で今回は19,800円。外箱はこのようになってて、ボディカラーがガンメタリックっぽい感じからダークパープル系に少し変わってて、さらに胸の部分の赤い塗装がメタリックレッドに変更されてるそうですから、見た目の雰囲気は少し変わったみたいですね。以前のバージョンも欲しかったんですけど、プレミア化してて買えなかったので、再販は嬉しいですね。これで、ディスヌフとバスターマシン7号と一緒に飾ることができますね。以上、レオンチャンネルの今週の真の大量買い動画でした。